インテルでプレーするマイコンブラジル代表でのマイコンマイコンダグラス。シセナンドはブラジルリオグランデドする州のボアンブルゴ出身のサッカー選手。セリエ DAS d ソーナカルチョ所属。ポジションはディフェンダー。ポルトガル語ではダグラスではなくドグラスと発音。元ブラジル代表。クルゼーロ2001年にクルゼーロ EC でプロデビュー。主力選手として2シーズンを過ごし。 頭角を表す。モナコ2004年7月1日にフランスの AAS モナコに移籍。レギュラーとして2シーズンで59試合に出場し5ゴールを挙げた。インテルロベルトマンチーニのラブコールを受けて2006年7月1日にイタリアのインテルミラノに移籍。すぐにレギュラーポジションをダッシュし、移籍初年度でチームのリーグ優勝に貢献した。2009から10シーズンは セリエ A、コッパイタリア、UEFA チャンピオンズリーグの3大会で合計7ゴール12アシストの活躍で、イタリアのクラブ史上初の主要タイトル3冠達成に貢献した。インテルには、実動6シーズンで249試合出場20得点。国内外合わせて11のタイトルを手にした。マンチェスターシティ2012年8月31日。 プレミアリーグのマンチェスターシティ FC に移籍金400万ユーロで移籍。背番号は3番。9月15日、ストーク式戦で移籍後初出場を果たした。11月11日、トッテナムホットスパー戦で後半にマティアナ・スタシッチとの交代で途中出場し、ホームでの初出場を果たした。シーズン通して怪我に悩まされ、またチームに馴染めなかったため、パブロサバレタから、 右サイドバックのポジションを奪うことはできず、さらに怪我がちなマイカリチャーズの代わりを果たすこともできなかった。そのため、ベンチ入りすることも少なかった。シーズン終了後、マンチーニが解任されマヌエル・ペレグリーニが監督に就任すると、すぐに構想外となりチームの南アフリカへのプレシーズンツアーにも帯同しなかった。エースローマ2013年7月18日。 マンチェスターシティは AS ローマに遺跡が決定と発表した。7月26日、32歳の誕生日の日に、正式にローマと2年契約を締結した。背番号13番を着用し、8月25日のリボルノとの開幕戦でフル出場し、遺跡後初出場を果たした。9月25日、サンプドリア戦で筋肉を損傷して、途中交代した。 右太ももを負傷し、回復までに十5日を要した。ナポリ戦で復帰し、2から0での勝利に貢献した。12月8日、アッコフ・フィオレンティーナ戦で、ローマでの初ゴールを挙げ、4試合連続引き分けだった、チームを勝利に導いた。2014年に入り、ジェノア戦でシーズン2点目の得点を記録した。コッパイタリア準々決勝のユベントス戦で、 ローマでのコッパイタリア初出場を果たした。2014年10月13日、ローマとの契約を2016年6月まで延長した。アバイ2017年5月31日、アバイ FC と契約を交わした。クルゼーロを去ってから13年ぶりに母国ブラジルに戻ってのプレーとなる。クリシューマ2019年1月、クリシューマ FC に加入した。 2003年のコンカカーフゴールドカップ初戦のメキシコ戦でブラジル代表デビューを飾った。続くホンジュラス戦で代表初得点を記録。2004年のコパアメリカでは優勝を経験している。2010FIFA フフワールドカップ初戦の北朝鮮戦では先制点を挙げ大会選定のマンオブザマッチに選出された。2014FIFA フフワールドカップでは準々決勝の コロンビア戦でダニエル・アウベスに代わり先発出場の機会があった。ありがとうございます。